陸軍学士士官任官式韓国陸軍における学士士官は学士以上の者が所定の試験を経て軍事教育を受けることで陸軍将校として任官される大韓民国の将校養成過程の一つである学士将校とも2014年まで総59期数約5万人の精鋭将校が学士士官制度で排出された 韓国陸軍の学士将校は1980年代、韓国の対外外的な安保環境が危険な時期に文部を兼備した将校養成をモットーに1981年に創立された。初期は主に戦闘兵衛下の将校を中心とし632人が学士士官1期生として甲州の勝負台で任官された。学士士官2期生からは士官生徒家庭が廃止された。 陸軍三士官学校で将校養成教育を受けて任官するようになった。80年代中盤からは軍小学生制度を取り入れ、毎年二つの奇数の将校が任官したが、2010年以後年間一つの奇数になり、2012年からは陸軍学生軍事学校で将校養成教育を受けて任官している。2014年まで総59奇数。 48,273人の精鋭将校が学士士官制度で排出された。2015年現在、5人の将軍が韓国陸軍で勤務している。学士将校の特徴は、士官資格で確認できる。他の将校養成課程は、高卒や大学2年以上在学であるが、学士将校は、正規4年生大学卒業以上を基本的に要求している。特に、 公務員試験合格者、司法試験合格者、修士、博士学位取得者及び国外永住権を返上した、高学歴の在外居住同胞の志願者が増えている。特に他の証拠を養成過程で得られにくい、博士号を保有した現役証拠を優しく確保できるという点も、学士証拠制度の最大の魅力中の一つである。学士士官は、四年生大学卒業者、または、 これと同等以上の学歴所持者で、民間時に、満20から27歳の男女を、士官候補生として選抜する。国家試験合格者と、博士課程修了者は、満29歳まで志願することができる。学士士官の選抜及び、養成課程は、アメリカのオシエスとイギリスのサンドハースと、王立陸軍士官学校に似ている。 陸軍学士将校は2011年まで陸軍3、士官学校で16週間の将校養成課程を履修後に任官された。2012年以後は陸軍学生軍事学校で将校養成教育を受けて任官される。学士士官と助軍士官は仮入校1週、軍人科教育5週、将校科教育11週で仮入校を除き、 総16週間の商工養成教育を受ける。商工認可後は職務補修教育として、各兵下学校で16週間追加教育を受ける。ありがとうございます。